きます。できます。きん。あれ？私。ノワール！やっと元に戻った！私、どうしてこんなところに突っ立ってん？なんか記憶が。思い出そうとすると頭が。ああ、いいよいいよ。無理に思い出そうとしなくても。これでやっと、ルイーにお出かけできるね。ルイーに？そうね。私はルイーに行かないといけない。猛烈にそんな気がするわ。しっかりと脳裏に刻み込まれているみたいですね。じゃあ、無駄に時間使っちゃったけど、いよいよルイーに出発！気合入れたのに、誰かと思ったらいつかの生意気な幼女じゃん。だから幼女じゃないわよ、このバカ幼女。私だって幼女でもバカでもないよ。バカって言う方がバカなんだからね。だったら幼女って言う方が幼女よ。また面倒なのが来たわね。アブネスさん、今日はどういったご用事ですか？今日はラステーションの女神に小幼女までいるのね。犯人が一箇所にまとまってるなんて好都合だわ。そのお魚みたいな呼び方はやめてください。お魚？コオナゴのことじゃないかしらね、多分。ああ、なるほど。でも漢字は似てるけど読み方は全然似てないよね。犯人って何のこと？ふん、しらばっくれようったってそうはいかないわ。以前から各国で発生している幼女の行方不明事件、その犯人はズバリあなたたちなのよ！そうだったの？あ、今のは自白ね。自白と受け取っていいのよね？違うわよ。どうして私たちが幼女を誘拐しないといけないのよ。そんなのあれよ、いかがわしいことをするために決まってるじゃない。そして極悪非道なことを考えるのは女神に決まってるわ。どういう理屈よ。とにかく私たちは知らないわよ。私も知らない。お疑いでしたら教会の中を調べてもらってもいいですよ。あ、本当に違うの？ひどい冤罪だよ。風評被害だよ。そういうのは悪者がすることだって相場が決まってるのに。あ、本当は七賢人が犯人なんじゃないの？それを私たちになすりつけようとして。きっとそうだよ。どう、この推理。そんなわけないでしょ。幼女に手出ししようものならこの私が黙ってるわけないじゃない。でもあんたたちじゃないとなると、また一から犯人を探さないと。まったく勘弁してよね。せっかくルイに行くぞって盛り上がってたのに水差してくれちゃってさ。あんたたちルイに行くの？何しに？そりゃプランに直接ガツンと。ほら、簡単にこっちの行動を教えるんじゃないの。この子は敵なのよ、敵。ルイーね。ちょっと用事思い出したから今日はこの辺で勘弁してあげるわ。それじゃ、シャッ。おお、律儀にドア閉めてった。相変わらずどうやって横開きにしてんのかわかんないけど、言うだけ言って帰っていったわね。人騒がせな。幼女の行方不明事件、以前から気にはしていましたけど。まあそっちはひとまず任せるわ。こっちはとりあえず。ねえ、早くお出かけしようよ。はいはい、それじゃあ行きましょうか。ルイーの女神に直接文句を言いにね。
たのよ、珍しく真面目な顔して。ノリと勢いでここまで来ちゃったけどさ、やっぱ私信じられないんだよね、ブランがそんな悪いことしてるなんて。信じようと信じまいと、実際私の国は被害を受けてるんだけど。それはそうなんだろうけど、なんかこう納得いかないっていうか。ネプちゃんはお友達思いなんだね。そういうのとは違うけどさ、まあなんていうの、人付き合いを円滑に進めるには私くらい心が広くないとダメっていうか。ふむふむ。それに前にも言ったけど、あなたが言ってるのはあくまで向こうの世界のルビーの女神でしょ。こっちでも友達気分でいると痛い目に遭うかもしれないわよ。で、逆にこうやって厳しいことばっか言ってると全然友達ができないわけですよ。ほむほむ。あなたのために言ってあげてるのよ、私は。とにかくルビーと七賢人がつながってるのは間違いないんだから、くれぐれも油断しないこと。いいわね。はーい。ってことでルイに向かうらしいわよ、あのバカ女神たちは。なんでですか、どうしてルイに。知らないわよ、そこまで聞いてこなかったし。まさかついに戦争ですか。全面戦争が勃発しちゃうんですか。あー、やっぱり皆さんが煽りすぎたんですよ。私はやりすぎだって言ったのに。やかましい。それ以上わめくなら二度と喋れないようにしてやるぞ。ごめんなさい。あのバカがいればこういう時は勝手に黙らせてくれるんだがな。あら、マジェちゃんってば、ひょっとしてコピリーちゃんラブだったの。へー、意外。そんなわけがあるか。おばはんくらいの年になると男なら誰でもよくなるっちゅね。ネズミ、貴様本気で殺すぞ。ま、もうちょっと辛抱してね。コピリーちゃんは絶賛修理中だから。あれだけバラバラになっちゃうと、さすがの私でも時間かかっちゃうのよね。治ったところで今さら役に立つとも思えんがな。あの皆さん、のんきに雑談してる場合じゃ、これ結構深刻な議題で。気にしすぎよ、あいつらすっごい軽い感じだったし、戦争なんて雰囲気じゃ全然なかったわ。そうなんですか。それなら、いやでも何がきっかけになるかわからないし、もしそうなったら。わたわたわめいたり、ブツブツつぶやいたり、ほんと落ち着きのない年まっちょね。あ、また年まって。じゃったらその悩みの種一つ取り除いてやるとするかにゃ。え、取り除くってそんなことできるんですか。無論じゃ。少しばかりお前さんたちの手も借りることになるがな。まあ、アーサンってば悪い顔、何を企んでるんだか。なに、以前から準備していたことを実行に移すだけじゃ。ルイの女神にはここいらでご退場いただくとするかね。